あれ終わってない？もしかして。終わってないのか？生きてるのか？なるほど。強い力だ。なんかはっきり喋るようになった。力は心が生み出すもの。人の可能性をお前たちは示したのだ。いいだろう。お前たちが帰る場所の霧を晴らそう。ん？霧を晴らしてくれる？我が望みは人の望み。我が望みは人の望み。人が望む限り私はいつでも現れよう。私はいつでもすぐそばにいる。え、何なんですかね、雨のさぎりって。これ今回の戦いでとどめを刺すことはできなかったというこお読みと？願い、クマ！クマたちが絶対させない！どちらになるかはいずれ時が示そう。新たな可能性の子らよ。いや、何だったんですかね、雨のさぎり。無事倒すことができたんだけど。あれ、待って、足立は？あ、いた。足立はどうなるんだ？足立さん、あいつに操られてたのかな。さあ、望んでた面もあったと思いますが。足立どうなるんだ？意識あるのか？これで終わりか。これで終わりか。別にいいよ。君らは君らで考えた通りに生きりゃいい。未来を変える力ってのは君らにはあるって言うんならさ。んなもん誰にだってあんだよ。さあな、行けよ。僕はもうダメそうだ。ここでシャドウにでも食われてやるさ。構うな。もともと僕を殺しに来たんだろう。ちげえよアホが。ここに瀕死のてめえ置いてって、いつか死体が上がって、そんなん何になんだよ。つまんねえ遊びは終わったんだ。てめえは連れて帰る。生きて裁きを受けなよ。それが現実のルールってもんだろう。そうか、そうだな。堂島さんもそれを一番望んでいるでしょう。どうなるんだ。みんなの力でついに事件の元凶を退けた。はっ、コミランク、ランク9になった。審判、これで一件落着なんですかね。本当に帰ってきたよ。どうも、堂島刑事から連絡を受けています。容疑は山野真由美、小西咲に対する殺人。以上でよろしいでしょうか。間違いありません。了解しました。下に救急車を呼んでますが、ここから担架で運びますか。救急車、堂島刑事が必要だろうと。容疑者を手厚く保護してほしいと、そのあくまで個人の要望として頼まれましたので。相棒だったもんね。では担架をお願いします。了解しました。救急車で運ばれるんだ。そして霧も晴れた。実績のロック解除。霧が晴れた。すっきりした視界になったの久しぶりですね。お母さん、ほら晴れたよ。ねえ、約束通り外で遊んでいいんでしょ。あ、こら誠、走ったら危ないでしょ。あれ、さやこ。私たち今度こそちゃんとできたんだ。何先輩、泣いてるとか思った？眩しいだけだもん。こんな空青いの久しぶりだから。終わったな。そうだな、感謝してる。バカ、
恥ずかしいこと言うな。なあ、俺だって感謝してるよ。けどま、これで俺たちの勝ちだ。いや、これで終わっちゃうんですか。え、なんすか。なんすか。なになに。じゃあ行くよ。せーの、やったぜー。あー誰もやらない。言えよ。言えよ。リセちゃん時は息あったのに。いや、今のいきなり合わすってのはハードル高いと思う。今のどこに合わせればよかったんですか。王のとこ。もう一回やるしかねえんじゃねえすか。お湯の二度目とか閉まらねえな。じゃあほら里中、もう一回やれよ。さっきの変な掛け声。変とか言うからやだ。あの、人目もありますし、この状態で長いわ。なんか手が汗ばんできちゃった。もう仕方ないクマね。じゃあここは先生、一つ頼ます。一つ頼ます。せーの、頑張ったぜ、終わったぜ。せーのって言ったらおうね。せーのって言ったらおうね。ダブルで仕切り直さなくていいから。もう私が言うよ。みんないい。結局せーの、頑張ったぜ。おみんなの力でついに街を覆っていた霧を晴らすことができた。え、また一気にカンストしましたね。審判、何ですかね。審判って、ルシファーかな。ルシファーの、やっぱり、結局の力、ルシファー、解除されました。ルシファー、星じゃなくて、審判、前から審判でしたっけ。大いなる反逆者、ルシファーを乱す合体が解禁。つうか、こういうの終わった後じゃなくね、出発の時じゃね。え、いいじゃん。いや、本当に一件落着してしまった雰囲気なんですけど、これで終わってしまうんでしょうか。ついに決戦は終わった。元凶は退き、街を覆っていた霧は晴れた。そして時は流れ、時は流れ、時は流れてしまう。うわ、ここまでの物語を保存しますか。どうしようかな。ちょっとここまでの流れで、どんぐらい？ちょっと尺がわかんないんだよな。一旦ちょっとセーブはセーブでするんですけど、セーブ分けとこうかな。もうちょっとだけやってみる？あれ、そんなに飛ばない。12月23日。12月23日夜。明日はクリスマスイブだ。なんで？なんでこのタイミング？メールが一通届いている。明日時間ないかな？クリスマスだから。どう？うわぁ、クリスマスとかあるの？うわ、ナオトと、いや、チエと過ごそう。明日はチエと過ごすことにした。クリスマスイブとかイベントあるんですか？あ、早いな。なんかもうあとは消化試合みたいな感じなの。自宅でチエと二人きりのクリスマスパーティーだ。こういうの初めてだから緊張するな。その、なんか不思議だよね。去年のこの日は君のことなんて知らなかったわけだし。確かにまだ1年経ってないからね。でも今年はこうして2人で、2人で。待て、家にはね、多分まだ堂島さんも七子もいないよね。幸せだなとか。幸せだなとか。いや、ちょっと恥ずかしいんだからツッコミ入れてよね。知恵なりにクリスマスを楽しんでいるようだ。可愛いよな、知恵は。ケーキ美味しそうだね。君ってセンスいいじゃん。ね、これ私から。私から。何？ああ、ふかふかマフラーを手に入れた。食べ物じゃなくてよかった。マフラー絶対似合うと思うよ。
それは買ったやつだけど、来年は手編みに挑戦しようかな。来年も一緒にお祝いしたいな。もちろんだ。うん。楽しいクリスマスの時間を過ごした。一応ね、夜だからね。あ、もうこんな時間。全部食べたの？ホールケーキだよ。あのね、私今日さ、泊まってく？ユキコのところに行くって言ってきたんだ。あ、ユキコのとこなら親は心配しないし、前はしょっちゅう会ったし、そのつまりね、そういうこと。何さっきからニヤニヤして。ニヤニヤするわ。もうバカ。泊まってくんですかね。泊まっていく。どうなったんだよ。クリスマスのイブは、クリスマスの、違うな。クリスマスイブの夜は更けていく。どうなったんだよ。ああ、日が変わっちゃった。日付変わっちゃった。年の暮れ、12月25日。ジュネス、いつものフードコート。やっと終わったな。今度こそ、後のことは警察に任せて大丈夫だと思います。彼も罪を認めているようですし、生ための容疑も見直されるでしょう。そっか。じゃあ本当に解決だ。クマ、これからどうするの？あっちに戻らないよね。今もまだテレビの中には入れるんですかね。そうだぞ、このクマ子。あん時俺らがどんだけ心配したか。急にいなくなったりはもうしないクマよ。当たり前だろ、ずっとここにいりゃいいんだよ。道島からだ。おう、俺だ。退院したんですか？実はな、七子がな、家に帰るそうなんだ。家に帰ってくる。意識も戻ったし、あれから体力もかなり回復してな。何もなければそのまま一時退院できそうだ。やっとかよ、長かったな。俺の体もあと通院で済みそうなんでな。今日は七子と一緒に帰ろうと思う。体中のね、傷口が開いてんじゃないですか。家のことお前に任せっきりですまんが、よろしくな。やっと七子が帰ってくる。みんなに堂島からの報告を伝えた。頑張ったからこっちの霧も晴れたし、ナナちゃんも良くなったし。ナナコちゃんも頑張ったんだね。偉いね。本当良かったな。抱き合ってるよ。ひどい。となるとパーティーだね。パーティー、何パーティー。ナナコちゃんのためにみんなでクリスマスパーティーしよう。間に合ってよかったね。パーティーとな、きっとナナちゃんも喜ぶくまね。じゃあケーキがいるね。誰が作るんだ。お前らまさか。え、作るよ。作るよ。来るけど。材料を調べてあるから。本当かよ。ちょ、待て、待ちなさい、落ち着け。敷居が高いにも程があるだろう。食品売り場へゴー。敷居が高い、ケーキのね。ほら、ナオト君も。僕はケーキ作りなんて。大丈夫よ、誰も作ったことないから。誰も作ったことないから。いやいやいや。昼間から夜になりました。クリスマスパーティーなのか。堂島さん、七子がいる。七子久しぶりだな。これが噂
のこたつくわ。こたつな、感慨深いよな。こたつ、こたつ楽しみだったんだ。病院でもずっと言ってたもんな。ナナコな、年明けに精密検査は必要だが、異常さえなければすぐに退院できるそうだ。もっと早く治ってたらこたつ一緒に買いに行けたのに、ごめんね。気にするな。怖い思いをさせてごめん。これかな。平気だよ、お兄ちゃんたち来てくれたから。お待たせ。誰が作ったんだ。ああ、できてしまったんだな、物体 X クリスマスエディションが。俺はもう覚悟決まってるんすよ。保険証持ってきたし。保険証持ってきた。病院に行く準備ができてる。でっか。ケーキだ。でっか。すでに切り分けられてるし。おいおい、すごいな。思ったより。どんだけ食うんよ。ナナコちゃん、ちょっと待て。まず俺からし。し、あ、食っちゃった。ああ。おいしい。本当においしいかな。本当に？そんなバカな。そんなバカな。まさか味覚に後遺症。美味しいの。確かに届けるうまさだ。市販のケーキを2つ重ねただけなんじゃないの？これ本当にお前らが作ったのか？そこが疑問になるよな。え、そうだけど。本当かよ。味する。味する？辛くないよね。これ何、3人分ちょうどいいぐらいにミックスされてるってことなんですかね。どう感じ？なんで感じに聞くんだ。大変おいしゅうございます。どうあるたかはなんとかってのま、ぶっちゃけセンスが良かったっていうか。調子乗るじゃん。調子乗るじゃないですか。まあ三つ目ですから。それ三つ目。なあ陽介、ちえちゃんたち天才シェフだな。星三つだな。ありえねえ。これなんか普通にうまいぞ。え、すでに失神して絶賛夢の中とかじゃないよな。何が起きたんだ。ナナちゃんにクマね。じゃじゃーん、クリスマスプレゼント。ちょっと言い方よ。クマ人形、リセチー人形。あ、クマさんとそっくり。何、商品化されたんですか。あまりうまくできなかったけど。あ、自分で作ったんだ。ナナちゃんが病院でも寂しくないようにと思ったクマ。ちなみに毛はクマ毛です。クマ、本物にはこだわるクマなので。自毛。よかったな、ナナコ。クマ毛？クマ毛。うん、ありがとう、クマさん。お前たちには改めて礼を言わなきゃならんな。足立は2件の殺人を自供してる。遺体を吊るしたのも自分だと言い張っててな。供述にはまだ曖昧な点が多いが、あいつは罪を償うことになるだろう。生ためはどうなるんですかね。生ためは不思議な事件だったよ。本当だよな。前にお前が言ってた、テレビの中の世界ってのが本当なら全部つながる話だが、ま、信じちゃいないがな。信じちゃいない。世の中ってのは説明できない不思議なことも起きるもんだ。ナナコもあんな状態からこうやって元気になってくれた。昔先輩の刑事に言われたことがある。どんなものにも今見えてない後ろ半分があるってな。今回のことじゃ考えさせられた。いろいろな。お前にはいろいろと世話になったな。こっちが世話するはずだったのに。春まで短いが、改めてよろしくな。そっか、君がここにいられるの春までなんだよね。春までは続くのか。先輩、帰っちゃうんだ。寂しくなりますね。先生、
どっかに行っちゃうクマか。いつでも心の中にいる。先輩、臭いセリフ言っちゃったっすね。けど俺、そういうの嫌いじゃねえっす。うん、だよ、春なんてまだまだ先だろ。それまで散々遊び倒そうぜ。うん、遊びすぎて留年とかやめてくれよ。姉貴にどやされる。あ、そしたら帰んなくていいんじゃね。そうなったら先輩と同級生か。留年は勘弁してくれ。留年しても先輩と呼べ。帰りたくなってきた。あ、留年しても先輩と呼べ。寝る前に堂島からクリスマス衣装をもらった。署内の催しで使う予定だったらしい。クリスマス衣装を手に入れた。クリスマス終わっちゃったんだけど。いや、もう年末じゃん。12月26日。よ、あ、今日学校あるんだ。うっす、僕。いや、昨日は楽しかったな。あんな風に盛り上がったの久々じゃね。事件も解決したことだした。年末年始もみんなでパート盛り上がろうぜ。あ、そういや、予報は見たか。なんか今日の夜雨が降るらしいってよ。それがどうした、真夜中テレビか。あー、やっぱ気になるよな。あの雨のさぎりとかってやつも倒したし、事件ってマジで終わってんだよな。ちょっと心配だし、時間あったらお前もテレビ確認してみてくれ。はい。どうなのかな、何か映るんでしょうか。まだ何か映るんでしょうか。はい、みんなウキウキするのは早い早いわよ。これから終業式だから体育館に移動してね。でも楽しみだわ、冬休み。いい感じのコート買っちゃったのよ。大人の色気が爆発しちゃうかもね。みんなもちゃんとお正月を楽しんでね。ああ、でも羽目を外しすぎちゃダメよ。うん、終業式か今日。うん、じゃあ放課後。うん、終業式が終わった。2学期は今日で最後だ。寄り道をせずに家へ帰ろう。え、嘘。なんかね、自由がないんだよね。自由がないんですわ。セーブすることもできない。ただいま。久しぶりのただいまだわ。そういや、最近ぐっと冷えてきたな。お前、風邪とか大丈夫なのか。こっちは都会と違うからな。もう少し着込んだ方がいいぞ。あのね、天気予報で雪が降るって。雪が降ったら、お野菜も風邪ひいちゃうね。大丈夫だ。心配しなくていいぞ。野菜が風邪ひかないよう、後でペペッチがちゃんとやってくれるさ、な。雪が降るようになると、畑で野菜を育てることができなくなります。注意しましょう。まだそういうことがあるの？うん。収穫できるけど、これ待って、だいぶ月日が経ってるよ。あ、じゃあどうしようかな。一旦じゃあね、今回はここで終わりにして、またね、続きは次回やっていきたいと思います。なんか楽しいんですけれども。ここまでぶっ続けてプレイしてきたんで、まあね、ぶつ切りにしてね、何パーとかに分かれて動画を上げていると思うんですが、これどうなんですかね。あの、雨のさぎりはラスボスだったんでしょうか。これまだゲームは続くんですかね。まだゲーム続くんですかね。わかんないな。あの、エンディングはね、エンディングは動画としてこう残すことができないので、まあ、どこかのエンディングなのかっていうのをちょっとね、気にしながらやっていかなきゃいけないかなという感じなんでしょうか。まあ、いいや、それでは、もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。